言いますね。今日唯一のアコースティックサウンドを皆さんに楽しんでいただければと思うんですけどね。それで、はい、ですね。俺もホールでやるっていうのは本当久々でね、皆さんの顔もこの前から2番目か3列目ぐらいまでしか見えない。で今はちょっと見えるんですけどね、最後まで頑張りますんでね、皆さんも、最後のバンドが終わるまで楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ、じゃあ2曲目、あいたってという曲をいたします。ティガはね、ご存知の方はね、このティガの代表曲になるわけですけどもね、この曲はインドネシアのことを歌った歌でございまして、インドネシアではですね、いろんな友達に出会ったんですが、好きな人がいても例えば宗教上の理由とかね、そういうので一緒になれないっていう若者たちがたくさんいますので、まあ、そんな若者たちの気持ちをですね、この歌に託してみました。まあ日本にもね、なかなかね、一緒になれなくてもなれないっていうね、まあ、いろんな運命の中で生きている人たちがたくさんいると思いますけども、そんな人たちに心の慰めになればいいなというふうに思っています。会いたくて聴いてください。
とうございます。大特許を聴いていただきますけど、1曲目がですね、風の中へ、夢の中へという歌をね、聴いていただきまして、次、恋心っていう歌をね、聴いていただこうと思うんですけども、ね、これは自分がちょうど高校の頃に、まあ、付き合ってた女の子が、まあ、いたりなんかしたわけですよ。ね、もうこんなに年取っちゃいました。その頃はね、帽子をかぶらなくても大丈夫だったです。今日なんで帽子かぶってんの？そう、もう最近ね、帽子かぶってないんですよ。いつももう未練らしくそうだと思って。隠すものがなくなったからね。そう、今日も隠せてるんだよね。隠してるんです。ね、見てみたい。いや、あるんですよ、髪はまだあるんですけど、昨年の10月にそのプロデューサーの方からですね、みそぎとして剃れって剃っちゃいましたよ、これ。もし外して歌ったら、いや、外せ汗か汗を止めるためにね、お客様に迷惑になるから止まってますいや、お客様もね、多分俺の言うたらお客様丸見えだと思うんですけどね。いやいや、何言ってんだそんな高校の頃を思い出して、ああ、二人で海辺歩いたなとかいろいろ思いながら作った曲です。恋心。続けばいいと
休止してから、うん、もう12年になるんです、はい、だけど僕たちがこうやって活動してた頃のことをねずっと忘れずに思っていてくださって、そしてこのね親父バンド祭りでティガをまた再演してほしいというね、ことを言われた本当にねファンの皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。そうですね、今はね結構どんはどんで、メンバー紹介しかなかったですね。うち伊賀をやってた当時ですね、もう絶対服従しておりました。ドン小西っていうね、デザイナーさんがいらっしゃいますけど、その方よりも位が上、ドン中西っていうね。中西です。中西で。で今日はね、ちょっと控えめにセンター張っておりますが。今日はマイクも与えられてない話すなということで、まあ気が楽だと言っておりましたがベースを弾いております。マサ、マサさん。そして帽子を脱げばミニゴジラ。ミニだね。我々ティガのねメインボーカリストであります、地蔵君です。地蔵です。このティガの頃に地蔵というステージネームになりました。いつもライブ終わった後言っていた打ち上げで言っていた飲み屋のママさんが見に来て、俺山中って言うんですけど、山中さんって歌ってる姿が地蔵さんみたいよねって言われて、そのまま地蔵になった。納得できんよなとか思いながら今も地蔵と名乗っておりますね。もうすっかり ね、もうすっかり地蔵が板について、そう、もうそのまま地蔵になったよね。ね、うん、もうね、だから俺たちはライブとかやってギャラとは言えないんです、お賽銭くださいって言っております。じゃあどうもありがとうございました。じゃあ最後にございます。ジャクサという曲をね、お聞きになりますね。ジャクサというのはね、聞き慣れない言葉だなと思うと思いますけど、ジャクサ通りというインドネシアにある通りの名前なんですね。それで僕たちティガーという名前を作った時に、ティガーはインドネシア語の数字の3、ラッキーナンバーなんですね。まあそんなことでインドネシアのことを、歌った歌をね自分たちが作って演奏している時に、まあ僕たちが本当にメジャーデビューを寸前まで行ったっていうのはですね、実は、インドネシア人の女の子を日本にデビューさせるっていう話があって、そして僕たちの音源を聞いた時に歌の中にインドネシア語が入っている、そしてバンドの名前もインドネシア語、すごい縁があったんよね、うん、でそれでぜひ、そのインドネシア人の、ね、若い女の子だったんですけども、その子たちにその子に曲を提供してくれないかというところから、はい、プロデューサーと、結びついたわけです、ね、っていうか東京のプロデューサーがよく山口の我々に目つけたよね。そうですね、すごかったですよね、はい、あれは、はい、まあそんなことがあって、まあうまいとか演奏が上手とかね、曲が素敵とかというよりは、やっぱりね、
求めていた人たちのニーズと、僕たちの音楽がピタッと合ったところに、初めてなんかね、一つの出会いがあるんだなということがすごくよく分かって、バンドってやっぱコンセプトが大事だよね。そうですね。俺たちも年を取っちゃって、もうかっこいいとかね、もうそんなことね、言ってられない時代になったので。鼻も出ましたしね。はい。ちょっと額で隠してましたけどね。あれも出た、シミデブ。ね、それからやかましいこの3つの要素がしっかり集まっているのが手軽でございましたねえねえねえ、もうねそのバンドだと思ってもらえればね、もうイケメンとかそんなことね、勝負できませんから。こう見えても結構若くの勝負できると思うもう無理やろ、これから無理やろってないんだから俺ジャニーズに入れるって言われます、マジで42歳しかないですからね、今はもう入ってないからね、入ってない。これからね、今日はお笑いに行きたいと思います。多分黙っとこうと思ったんですけど、今日見てもらってティガーもう一回見たいなって思われたら、多分4月にもう一回見れるチャンスがあるんじゃないかと思います。ね、その時はぜひお越しいただければと思います。じゃあ最後に聞いてみます。ジャックさん聞いてください。Thank you.